サンフランシスコ向け車両のトップナンバー 2001S-200 200はシーメンスがアメリカやカナダのライトレール向けに展開する連接式電車1990年代から2010年代まで各都市に導入が行われた SD-100SD-160 を発展させた形式で2019年現在2カ所で営業運転に用いられている製造は カリフォルニア州サクラメントにあるシーメンスの工場で実施されている。カナダアルバータ州カルガリーでシートレインを運営するカルガリー交通局は開業時の1980年に導入し、老朽化が進んでいた有通型電車の置き換えや本数増加のため新型車両の導入を計画した。日本の近畿車両、スペインのカフ、韓国の現代ロテム、 カナダのボンバルディアも入札に参加したが、最終的に u 通型以降シートレイン向けの車両を生産し続けていたシーメンスが2013年に63両の受注を獲得した。編成は2000年以降導入された SD-160 型を基にした、両運転台式の二車体連接式で、最大5両まで総括制御による連結運転が可能である。 運転室の空間は SD-160 型から 500mm 拡大し、運転台上の機器の配置の見直しやガラス面積の拡大により運転士の快適性や視認性、安全性が向上している。全面形状については、防カワにちなんだ弓型デザイン、バッファローを模したデザイン、アイスホッケーのマスクを元にしたデザインの3種類から、 カルガリー市民を対象にした投票が行われ、アイスホッケーが盛んなカルガリーを象徴するマスク状のデザインが採用された。車内の座席配置は収容力の増加に重点を置き、運転席付近はクロスシート、それ以外はロングシートが設置されている。各車体の連接面付近には車椅子スペースやフリースペースがあり、車椅子やベビーカー、 自転車の搭載が可能となっている。床上高さは 982mm だが、シートレインのプラットフォームはすべて高床式であるため、乗降の際の段差は存在しない。また運転室を含めた車内には、冷暖房双方に対応した空調が完備されており、車体構造は断熱性にも重点が置かれている。車両の機器は S70 で導入された MDS システムにより、 自動的に監視、診断が行われる。また、車内の安全対策として車内には乗務員と連絡可能なインターホンや監視カメラが設置されている。2015年から製造が実施されており、営業運転開始日は翌2016年1月6日である。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコでミュニメトロを運営するサンフランシスコ市営鉄道は、 2020年代に対応年数に達するアンサルドブレーダ製の LRV2、LRV3 電車の置き換えや2021年に開通予定のセントラルサブウェイ系統へ向けての増備車両として新型電車の導入を発表した。近畿車両やカフも参加した入札の結果2014年6月にシーメンスが受注を獲得した。 当初契約分の155両に加えて、オプション分の追加発注が行われており、これらの車両は、シーメンス側から、S200SF、ミュニメトロ側から LRV4 の形式名が与えられている。編成は、両運転台式の2車体連接式で、最大4両編成まで、総括制御による連結運転が可能となっている。カルガリー向け車両と同様に、 運転室内の空間拡大、運転台の機器配置の見直しなどによって運転士の快適性や安全性の向上が図られている。設計においては環境への配慮が重視されており、エネルギーを回収することにより、消費量を削減する回生ブレーキの搭載、電力を従来の蛍光灯から40%削減できる LED 照明の採用などの策が実施されている。 高床式、低床式双方のプラットフォームが存在するミュニメトロの条件に合わせ、上高扉付近には可動式のステップや車椅子用リフトが設置されている。また上高扉については部品を減らしメンテナンスを容易とした新しい構造が用いられている。構成の車体は対衝撃性など安全性の向上と同時に軽量化による消費電力削減が図られる。 2017年11月17日に開催された出発式から営業運転を開始したが、導入当初は運転台側の乗降扉に乗客が挟まれる事故や連結器の破損が発生し、一時的に片開き、扉の使用や連結運転の停止などの措置が取られる事態となった。その後乗降扉付近のセンサー増設や連結器の部品強化などにより、 故障の要因となっていた欠陥が改善されたことで、2019年6月以降は通常の営業運転を再開している。以降は同年までに68両、2027年までに151両、2030年代、中盤までに45両、合計264両が導入される計画となっており、LRV2、LRV3 は2027年までに、 全車営業運転から引退する予定である。ありがとうございます。